八戸市交通部感謝、朝日が丘営業所八戸市 A バス朝日が丘営業所は、青森県八戸市大アザーライダーザー国母東4から1にある八戸市交通部の営業所である。大規模な営業所であり、市内の大半を運行区域としている。また、2005年3月までは、JR バス東北の八久市線が営業所構内を経由していた。 2020年4月1日現在、八戸市地域公共交通会議による市地域公共交通連携計画の策定に基づき、2010年4月1日以降、中心街乗り入れ路線にて方面別ナンバリング記号を導入している。運行経路上の矢印表記は片方向きのみの運行で囲んだ、停留所は一部便のみの乗り入れを表す。ワンコイン路線を除き、すべて、 八戸県域定住自立県路線バス上限運賃化実証実験対象路線2012年4月1日より大杉平営業所が廃止されたことに伴い当営業所が路線すべての管轄となったが、便宜上2012年3月31日時点で大杉平営業所の管轄であった路線及び以降も大杉平の発着に関係する路線は 大杉平バスセンターに記載することとし、こちらも参照願いたい。三崎大団地線の発着地、三崎大団地バスプール中心街発着中心街、発着系統は、大杉平バスセンターと共感につき、先項目も参照。以下には、朝日川会業所管轄分のみ知るすかつて、中心街側の奇襲店は新荒町だったが、1980年代から、 新荒町発着便が削減され、中心街へ向かう多くの便が、新名、宮前行きとなり、大杉平バスセンター発着便は、朝夕の一部に限られていた。2008年4月ダイヤ改正で、中心街発着便の大部分が、大杉平に行かん、大杉平バスセンター発着となり、新名宮前、23日町発着は、朝日ヶ丘営業所が管轄する。 朝夕の一部便のみとなった。さらに、2011年5月31日の、新名宮前バス停留所廃止に伴い、朝夕のみ存在した C2 新名宮前行を、同年6月1日より C5 中心外行に変更。朝日が丘営業所八着根次郎、大橋回り八戸駅にて一部路線は、八戸市営バス、大杉平営業所と共感。ふとじは、 八戸駅線専用共通定期券適用区間。西高高線太寺は、八戸駅線専用共通定期券適用区間。大杉平営業所と共管。2013年4月1日より、高線線と八戸ニュータウン線は統合し、一部便で循環運行が開始された。旧高線線一部便は、ニュータウン方面との循環運行を行う。主に、 ニュータウン発着の経路は工術の旧、ニュータウン線もしくは、大杉平バスセンターを参照のこと。ラピア、中心街発着便は、八戸市 A バス、大杉平バスセンター急行線線を参照。浅賀岡団地、上柳町経由便は、かつては、浅賀岡団地中町対泉院前から、セメント前から、上柳町経由で、運行、二千十三年内夜改正で、 現行経路に変更され、対泉院前停留所を廃止。旧ニュータウン線路線統合以前は、大杉平営業所の管轄路線であったことから、路線詳細は、八戸市営バス、大杉平バスセンター旧ニュータウン線を参照の、こと。一部便は、高専線,線との循環運行を行う。主にセウルスラ学院発着の経路は前述の、旧高線線を参照のこと。 これ川団地線の発着地、これ川団地バスプール中心街乗り入れ路線2014年4月1日より、石手洗い団地前から西東加市東東、市経由の中心街、これ川団地便は廃止された。郊外乗り入れ路線かつては、朝日川家団地市民病院芽生え保育園前から、西東加市東東、市経由。2008年前後のダイヤ改正より、最上前経由に、 2014年のダイヤ改正で4本松経由に経路変更。2008年4月1日付で所轄を大杉平営業所より移管。2010年4月から2019年3月までは、中心街八太郎間の共同運行により、お玉行きく、中心街では共通定期券の適用区間であった。大杉平、中心街発着系統は、大杉平バスセンターを参照。 通満で運行されていた1980年頃までは、老災病院前を経由せず、上柳町方面老災病院通白銀、小学校前から、白銀住宅前から、北高校東口平庭という経路だった。また、当時は、三保屋線の一部であり、平庭から、金吹沢を経て、三保山まで運行される便が設定されていた。三保屋線との分離に伴って、 金吹き沢き発着便が設定された。2020年4月1日のダイヤ改正にて、全便が、平には発着となり、と金吹き沢がと止新平にはこうが、Y26 になった。また、かつては、以下の系統も運行されていた。中心街、旭川が丘間間かかまわり一部便は23日町、始発、大杉平バスセンター発着。 吹上回り上柳町経由かつては、中町対泉院前から、セメント前、経由、2013年4月1日大屋改正で、現行経路に変更になり、対泉院前停留所は廃止。2016年4月1日大屋改正で、M30 旭日川岡営業所域の運行を取りやめ、中心が域のみの片方向を運行となる。上柳町循環線中町。 新井田周辺の経路は、かつては、中町対泉院前から、寺沢だった。1998年3月20日ダイ夜改正で、市民病院に乗り入れ開始。2009年4月1日ダイ夜改正で、現行ルートになる。1996年3月18日ダイ夜改正前までは、朝日川丘団地域も運行されていた。ラピア発議朝日川丘営業所。 中心街発着大杉平営業所発着、吹上経由便は、大杉平バスセンターの管轄のため、当該記事を参照のこと。海上線を運行してた頃の一部の便は、工業大学生門前行きで運行されていたが、1999年4月1日外野改正で、行動上の工業大学生門前の奇襲点を廃止し、全便が大学校内に乗り入れることになった。 運行当時方向幕には、工業大学を表示し、工業大学正門前のサボを掲出した。東霊園周りツーマンで運行されていた1980年頃までは、朝日が丘営業所吹き明け3日町、立川柳橋老妻病院通白銀、小学校前から、白銀住宅前から、北高校東口平には金吹き沢口、三保屋という経路だったが、 後に平庭線と分離され、国道45号経由となった。八戸市営バスでは最後まで2万運行が残っていたが、1983年にワンマンに移行した。かつて奇襲点は短大前であったが、2002年に一部便で八戸大学へ延長して、2008年代夜改正で全便が延長された。また、同改正で一部便が工業大学経由となった。 朝日が丘営業所管轄分のみ掲載。2012年の大杉平営業所廃止で、大杉平バスセンター以降に伴い、2008年の初管移管以来4年ぶりに、朝日が丘営業所発着の便が設置された。八太郎周り一部は、気境や西売市方面との循環がある。1990年代まで一部便は桜が丘経由で運行されていた。 西売島割2020年現在、西売島割には、朝日川丘営業所方面からの多賀大団地域が、設定されていない。2008年4月1日付で大杉平営業所へ、移管したが、2014年4月1日付で、ハイテクパーク発便は、中心街域から、初間移管以前と同様に、八形かか経由朝日川丘営業所域へと変更になった。 市内循環線専用バスマスク、装着車両中心街ターミナル始発基準から3週16時25分発の、ビミ以降は2周回った時点で、中心街ターミナル終点となる。約35から40分間隔で、右回りのみの運転。2013年4月から1年間のみ、週末限定で、中心街2番乗り場八日町栄町ラピア、ピアドゥイ東洋稼働前ピアドゥ。 シンフォニープラザ本八の平駅の左回りも運行していた。本路線では特定非営利活動法人青森 ITS クラブの協力により各バス停留所の到着を予測できるサービスを行っていたが2009年3月の新型バスロケーションシステムの導入準備のため2008年9月30日をもって終了することとなった。お盆期間中のみ運行。 東霊園敷地内に乗り入れる。管理事務所前引くぼっ前間は、東霊園の敷地内に設置される、臨時停留所。八戸市地域公共交通総合連携計画。路線バスの運賃が変わります市内路線バス。上限運賃化実証実験に関わる運賃について新名宮前バス停今月末で廃止。新名宮前停留所廃止。 平成23年6月1日一部ダイヤ改正のお知らせ8のヘシエバス令は2年度ダイヤ改正内容について広報8の絵2014年3月号通常路線の初乗りに相当する運賃で運行されている2011年9月までは当時の初乗り運賃2019年9月までは150円ただし営業所構内には入らないなお 1999年の八戸市営バス会場線が南部バスに移管される以前について、かつて運行していた五個線、会場町青前直通便では、港病院前から朝日川岡東口の間の朝日川岡営業所バス停は通過していた。ありがとうございます。